モデル、女優として活躍する夏子さん。2022年3月29日スタートの愛憎警視庁心理分析捜査班で地上波ドラマ初主演を務め注目を集めています。夏子さんの経歴、プロフィール、出身高校、大学など学歴、本名や家族、ハーフ、弟の噂についてやインスタグラムなど気になったので調べてみました。夏子さんのプロフィール、名前、夏子、夏子。別名義、菅夏子、菅夏子。出身地、東京都。生年月日、1996年9月3日。年齢、25歳、執筆時。身長、164センチメートル。血液型、O 型。職業、女優、モデル。所属、トップコート。趣味、読書、映画鑑賞、サーフィン。特技、バレー、スペイン語。経歴、生い立ち、夏子さんは、1996年9月3日生まれ。東京都出身、日本人の父、日本とアメリカのハーフの母を持つ、クォーターです。幼少期から15年間クラシックバレエを習っていました。芸能界入り、2015年、19歳の時、雑誌、セダの専属モデルとして、事務所には所属せず芸能活動をスタート。翌2016年に、セダが休刊となり、現事務所であるトップコートに声をかけられ同事務所に所属。モデルとしては、セダの他に、ミニ、サイアン、スイートなどのレギュラーモデルや、ソーエンなど多くの雑誌で活躍。女優デビュー、2016年、世にも奇妙な物語秋の特別編で女優デビュー。以降、明日の約束、2017年。トレース科捜研の男、2019年などのドラマに出演。2022年3月21日に放送された菅田将暉さん主演のドラマ、ミステリという勿れ。第11話にゲスト出演。初舞台、2019年5月から6月まで上演された舞台、バックビート、バックビートでは、初舞台にしてヒロインを務めます。映画初主演、2020年10月公開、遠藤舞子監督の映画、東京テレパス2020で初主演を務めます。地上波ドラマ初主演、2022年3月29日スタートのドラマ、愛憎警視庁、心理分析捜査班の主演を務め、地上波ドラマ初主演を果たします。ドラマや舞台、CM のほか、キングヌーザホール、2019年、闇レッドアス、2019年、などミュージックビデオにも出演。雑誌やウェブでの連載などの執筆活動をしており、幅広いジャンルで活躍しています。夏子さんの出身高校や大学は？高校？夏子さんの出身高校は？実践学園高等学校、という情報が多く見つかりました。夏子さんは出身高校を公表していないようで、本人や実践学園高等学校のウィキペディアなど調べてみましたが、夏子さんが同校の卒業生であるという確かな情報は見当たらず、真偽はわかりませんでした。同校は、東京都中野区にある中高一貫の私立の男女共学校です。高校の偏差値は、58から62、2022年度。学科は普通科のみで、学力別や希望の進路に合わせた内部進学コース、特別進学コース、分離進学コースの3つの学科内コースを設置しています。卒業生の進路として、東京大学、国公立、早慶上理、G マーチ、カンカン同立への合格実績がある進学校です。部活動が盛んで、中学、高校男子卓球部、高校女子バスケットボール部はインターハイの常連校です。卒業生に多くの著名人がおり、芸能人では、お笑い芸人、浅草キッドの玉袋筋太郎さん、女優、もたいまさこさん、女優、歌手の上白石萌音さん、上白石萌歌さん姉妹がいます。大学？夏子さんは、慶応義塾大学を卒業していると言われているようです。こちらも、本人から公表されておらず、真偽は不明です。ソースは不明でしたが、以前のインタビューで、東京都内の海の見える大学に通っている、と明かしているそうです。
また、キャンパス内での目撃情報もあり、慶応義塾大学三田キャンパスに通っていたのではないかと言われています。慶応義塾大学三田キャンパスから海が見えるかはわかりませんが、調べてみると、三田キャンパスは周囲の土地より高い位置にあり、すぐ近くに芝浦の海があることで有名なようです。夏子さんは、スペイン語を特技としていますが、大学でスペイン語を勉強していたそうです。自定時、夏子さんの本名や家族、ハーフ、弟がいる、夏子さんの現在について。夏子さんの本名。夏子さんは、モデル時代は、須田夏子という名前で活動しており、この時の名前が本名だと言われているようです。また、夏子という名前は本名であると、自身のインスタグラムの投稿で明かしています。自身のインスタグラムで、両親から一番最初にもらった夏子という名前は私にとって一番の贈り物です。と、ご両親への感謝のメッセージを綴った投稿もしているそうです。夏子という名前の由来は、夏に生まれたから、とのこと。2019年8月のインタビューで、両親に由来を確かめておこうと思って、夏子って夏に生まれたから夏子なんだよね、と聞いたら、そうだよ、と言われ、男だったら、夏男だったよ、と、笑。家族みんなサーフィンをするので、夏に生まれたから夏子だ、みたいな単純な理由ではあるんですが、私はすごく好きな名前です。子がつく名前は学校の先生と私ぐらいで。小さい頃は、国際名前だなぁ、と思っていたんですが、他にいないですからね。と語っています。夏子さんの家族、ハーフ、弟は、家族構成、夏子さんの家族については、日本人の父親と、日本とアメリカのハーフである母親がいます。お父さんはサーフィンが趣味とのことで、お父さんの影響で夏子さんも9年間サーフィンをしていたとのことです。兄弟、夏子さんの兄弟については、詳細な情報は見当たらず、兄弟や姉妹がいるのかどうかはわかりませんでした。夏子さんのインスタグラムで、弟さんとのツーショット写真が投稿されているという情報がありました。調べてみると、夏子さんとツーショットで写っている方は、本当の弟ではなく、倉優輝さんという俳優の方だということがわかりました。倉優輝さんは、1999年12月19日、大阪府生まれの22歳、2022年4月現在。ソニーミュージックアーティスツに所属し、俳優、モデルとして活動しています。夏子さんと倉優輝さんの二人は、2019年のドラマ、トレース科捜研の男で兄弟役で共演しています。インスタグラムのツーショットは、そのドラマ以来の共演ということで、兄弟ぶりでした、とコメントしているのかと思われます。また、このツーショットは、2020年4月に雑誌、ビスで掲載された時の写真のようです。夏子さんの現在、ドラマ、夏子さんは、2022年3月29日からスタートしているドラマ、愛憎警視庁、心理分析捜査班、フジテレビ、で、地上波ドラマ初主演務めています。本作は、1995年にアメリカのジョージア州で起きた、天才ストーカー事件、がモチーフとなっています。2021年に世界法廷ミステリー、フジテレビで放送され、神回と話題になりました。男女の愛憎劇をめぐるミステリー事件を、もし今の日本で起きたら、という視点で完全ドラマ化した作品です。夏子さんは、オーディションで勝ち取った主役、鮮やかな心理分析で犯人を追い詰める刑事、あざま、キリコを演じます。津田寛治さんが、ベテラン刑事、クゼリン太郎、クゼリン太郎を演じ、脇を固める刑事、長谷谷川美琴、長谷川命、役を遠藤文也さん、天才ストーカー、鷲尾哲也、役を大東俊介さんらが務めます。映画、公開待機作として、映画、ミラーライアーフィルムスシーズン3、2022年5月6日公開、があります。インスタグラム、夏子さんのインスタグラムでは、ドラマや雑誌などの出演情報のほか、趣味である読書や本の紹介など、普段の夏子さんの様子を伺うことができます。
夏子さんは2019年8月のインタビューで、本を読むのがすごく好きで、空いている時間やお休みの日は本を読んで、別の世界に行って気持ちをリフレッシュしています。と語っており、自身のインスタグラムでも本の紹介をしています。ウェブ連載、夏子さんは、2021年1月より、ウェブ、花子、にて、連載、夏子の大冒険美術館を巡る旅、の執筆もしています。連載では、美術館巡り、が趣味の夏子さんが、小さな美術館を巡って、作品から思いを馳せて物語を綴っていきます。モデル、俳優、執筆活動など、幅広いジャンルで活躍する夏子さん、これからの活躍も楽しみです。以上、モデル、女優の夏子さんについて、でした。